はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですね、キンキンに凍った状態にぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズをね、やっていこうと思います。よろしくお願いします。さあやっぱね、暑い夏にはですね、キンキンに凍ったジョッキにね、ビールぶち込んでね、飲んでやりたいなってことで、今ね、大瓶シリーズやってってます。で、今日飲んでいくのこちらですね、キリン一番搾り。これはうまそう、やばい。からのキンキンに凍ったジョッキ登場です。やばい、キンキンに冷えてます。さあ開けてね、入れていきましょう。飲んでいきましょう。よいしょ。これはうまいでしょう。たまんないね、やっぱ瓶ビールいいな、テンション上がるな。泡少なめでいきましょう。あ、喉乾いた、今日も暑い。うわ、やっぱうまそう。これは贅沢ですね、やっぱね。よし、飲んでいきましょう。じゃあね、今日はね、キリン一番搾りいってみたいと思います。いただきます。乾杯。苦い。ああ、さあ、そしてね、大瓶シリーズ恒例2つ目のキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍っております。この氷具合がね、やばい。さあ残りをね、入れていきましょう。大瓶はね、いいね、量もちょうどいいっすね。これやばー、泡がちょっと多くなったぞ。そりゃないぜ。うわ、やっぱ泡だらけや。大失敗だな。あとちょっとなんだよね。入れてまえ。ああ、こぼれそう。やっぱりね、泡が立ちやすいんですよね。オッケー、入った。オッケー。さあ、じゃあ2杯目飲んでみたいと思います。いただきます。乾杯。1目の方がうまっ、不思議。はい、お疲れ様でした。今日はですね、キリン一番搾り飲みました。この大瓶シリーズはだいぶ前にですね、キリンラガービールを1本だけやってて、そこからちょっと期間が空いて、今ね、飲んでない大瓶をバーッと連続して飲んでってるんですけど、このね、一番搾りもね、うまかったっすね。ちょっとね、1杯目気持ちね、苦く感じたんですよ。で、なぜかですね、こう2杯目の方が美味しく感じましたね。で、瓶ビールの大瓶はですね、633ml 入ってるんですよ。もうね、飲み応え間違いなしなんでね、本当に大満足です。よかった。もしね、飲んでみたくなった、気になった方いらっしゃれば、ぜひね、試してみてください。さあ、まだね、大瓶ね、2本残ってます。これ連日配信していくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。明日はね、スーパードライ。